札幌中央警察署は18日、暴行容疑で、いずれも自称日本中央競馬会、JRA、元騎手の藤田真嗣容疑者現行犯逮捕した。騎手時代から表沙汰にはならなかったが、暴力沙汰はあったようだし、喧嘩早いところがあったので、そこまで驚きはなく、やっぱりという感じです。腕がよく実績ある騎手ではあったので引退後も競馬関係の仕事もあり得たはずですが、話がなかったというのはやはりそこに問題ありと見られたということなのでしょう。ともかくこういう事態に至ったことは競馬ファンとして残念です。藤田容疑者は18日午前4時、この情報が投稿されるや否や、全国のファンは SNS 上でこの事件に対する個人的な意見を次のようにコメントした。こういう方は心が弱い部分があるんでしょうね。JRA から所属騎手は藤田元騎手と交流禁止と言い渡されてると言われてましたし、粗品の件も強がってただけで精神的にも参ってたところに酒の力もあり、こういうことになったんでしょうね。トップアスリートが自分で自分の経歴を薄める行為はしてほしくないです。現役を知ってるだけに、このようなことはいつか起きてしまいそうな危うさ、粗品の件といい、本当にどうしちゃったんだろうな。本人は単に引退しただけとはいえつるんでる相手も競馬界隈を追放されたような、連中が多いグループだからもう表舞台に戻ってくるのは厳しいだろうし。このままどんどん悪い話ばかりが出てくる人になってしまうんだろうか。粗品氏の寄付に対する言動から気持ちが荒んでいると感じておりました。知人や友人が能登半島の震災の現状と寄付金の尊さを話してあげればこんなことにならかったかどうかはわかりませんが、まずは自分の考えが。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。ライクして下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。